爆弾。爆末男子は、カセアチ氏による日本の漫画作品。週刊少年マガジンにて2011年26号から2012年44号まで連載された。最終話はセンターカラーで掲載された。カセはコミックス後書きで爆末版カメレオンであることを述べている。カセが得意とするヘタレなヤンキーを主人公としたヤンキー漫画。当時、 信長コンチェルと、僕は、ビートルズ、無限の雲艦山と、竜浪殿、ジンヒトシといった、主人公が別の時代にタイムスリップするという、シチュエーションのヒット作が多かった。本作もそういった、タイムスリップもののいい一作と捉えることができる。本作の特徴としては、タイムスリップする、主人公もヤンキーであるならば、タイムスリップした先の新選組や、 上位派といった、実在の人物もほぼ全員がヤンキーであり、下ネタギャグを繰り広げるといった、これまで加瀬の作風からのブレの無さを、長山カオルは挙げている。作中で坪井則夫の、吉田松陰物語をギャグとして引用したシーンがあり、坪井本人が感謝のコメントを寄せている。ヘタレヤンキーの足立誠は修学旅行先の京都で、自分の肖像が印刷された千円札を拾う。 その千円札に導かれるように居合わせた、幕女の女子高生、高品蓮と共に山上大橋から落ちて、幕末の京都へとタイムスリップしてしまう。スカジャン、ボンタン衣装の誠は、偉人かぶれと勘違いされ、上位老子に天中として切り殺されそうになるが、新選組局長、近藤勇によって救われる。新選組と同行するようになった誠は、桂小五郎を捕らえ、 岡大蔵を切ったことから、史実には存在しない十一番隊組長となる。お忍びで町を歩いていた十四代目、将軍、徳川家持とともども、高杉晋作に誘拐され、黒船砲撃犯としての濡れ衣を着せられそうになるが、これも回避。家持は、誠との体験から積極性を出すようになった。事態の陰で暗躍する、坂本龍馬。実は、この龍馬もまた、 誠同様の平成時代からのタイムスリップ者であった。平成の世界を潰すべく、幕末の歴史を変えるため、龍馬は、勝海舟を射殺する。誠は、その射殺直後の現場に居合わせたことから、勝ちの殺害犯として囚われるが、山並が犯人だと名乗り出る。誠と山並は、逃げ出すが、偽龍馬に追い詰められ、誠の千円札も燃やされてしまう。しかし、 伊藤から受け取った千円札を持って、誠と山並は平成時代へと逃れることができた。平成で三年を過ごし、たくましく成長した誠は、幕末ではほとんど美を経ずに戻ってくる。番外編では、誠は偽、龍馬に平成時代へ追いやられた本物の龍馬と、国連所属の紛争朝廷の仕事に従事して三年を過ごしていたことが語られている。また、誠は、 幕末の世界に身を埋め、連だけを平成時代に返そうとするが、連はこれを断り、誠と共に幕末の時代を過ごすことを決める。講段者コミックスより、全六巻。 2011年8月17日 ISBN978 から4から06から384,543から32011年11月17日 ISBN978 から4から06から384,587から 72012年2月17日 ISBN978 から4から06から384632から42012年6月15日 ISBN978 から4から06から384677から52012年8月17日 ISBN978 から4から06から384724 から62012年12月17日 ISBN978 から4から06から38万4770から 3? ありがとうございます。